白岳は、飛騨山脈の後ろ縦山連峰にある標高2541メートルの山である。長野県と富山県の県境に位置する。大縁圏山などの連なる縁圏尾根が、後ろ縦山連峰の山寮から派生する分岐点にあり、五竜岳や唐松岳への登山ルートの経由地となっている。白岳という名前は、積雪量が多く、白く覆われることに由来する。 大井線、上白駅西の白馬五流スキー場のゴンドラテレキャビンを利用し、と、尾身から、アルプスダイラまで移動してから、円剣尾根からのルートが、最短ルートである。また、大井線白馬駅から、八方に出て、八方尾根スキー場のゴンドラアダムとアルペンクワッドと、乗り継いで、八方池山荘まで上がり、八方尾根をか松だけ方面まで進んでから、 唐松岳頂上山荘の分岐を南にとって、大国岳経由で山頂を目指すスルートもある。さらには白馬岳方面から、大木沢方面に抜ける重層路もある。石子岳、槍ヶ岳、吹き県と続く、天狗尾根をたどって唐松岳を経て、白岳に至り、五竜岳直下の南所 G4G5 を越えて、キレット小屋付近の八方キレットから釣尾根の危険箇所を通過し、 鹿島槍ヶ岳、霊地山荘、レーチ・から、柏原ワ道を下って、大木沢に出る。あるいは、種池・山荘から降りずに、岩小屋沢岳、鳴沢岳、赤沢・岳、すばり岳を経て、ハリノキだけに出るコースもある。ハリノキだけからは、大木沢へも出られるし、黒べこ、七層ダムへ、また、北アルプス南部へ抜ける裏銀座コースへも続いている。 以下が源流となる河川で日本海へ流れる。ありがとうございます。